はいい天気やな。なあ、ついにね、我が家に車がやってきました。3月にイボークちゃんを手放してから2月じゃないの？2月やったっけ、うん、ちょうど半年、あ、半年だわ、うん、ちょうど半年です、うん、ついに車がやってきました。イエーイ。今日はね、うん、今から関西国際空港の対岸にある、うん、マーブルビーチまで、うん、ちょこっとドライブしようと思います。はーい、イエーイ。楽しい、うん、なんか前の車よりも視線が高いよね。高いね見晴らしはいいね。見晴らしいね。でもでかいよ。でかいね、うん、どうですか運転の。運転はね、うん、高速今走ってるやんか、うん、こういう道だと、うん、その大きさはあんまり気にならんねんけど、うん、一般道だとちょっと気になります。そうだ、でかいです。でかいです、うん。でも、うん、一応、うん、
見てください。はい、見ました。液晶です。フル液晶。フル液晶です。はい、真ん中にね、いろんな、今地図出してるけど、はい、いろんなデータが出せるんです。真ん中に、はい、まだ全然使いこなせません。はい、マジいい天気やな。どうですか、運転楽しいですか。楽しい。まだ新車の匂いがね、ブンブンしますよ。そうなん。いいね。この車に決めた一番の理由は何ですか。一番の理由、うん、あんまりこう人様と被らない車がいいなって昔から思ってるね。うん、で、うん、まあイボクちゃんもだいぶくたびれたやんか、うん、次何がいいかなと思ってた時に、うん、この車を見つけて、うん、でもな、うん、当時はさ、うん、めっちゃ高いなと思って、うん、あの外車ってな、うん、見た目の金額はさ、うん、こう安いのよ、うん、安いって言ったら変やけど、うん、結構抑えられた金額。もいろいろつけたら、うん、まあまあえらいことになりました、うん、すごい無駄遣い。ただこの車さ、後ろで寝れそうなんだよ、なんか、うん、だからイボークちゃんの時よりはいろいろ乗っちゃうかもしれない。乗っちゃうかもしれない。前イボクちゃんの時はさ、うん、あの関東から向こう行くのめんどくさいなー言って、うん、行かへんかったやんか、うん、行くかもよー。やったー。やったー。以上です。関東の皆さん朗報ですよ。おすすめがあったら教えてください。知らんけどつけとけ。知らんけど。もう聞いたからね、今聞いた、うん、そう、ほんと一応知らんけどつけときます。ちゃんと録画しといた。マジか。うん、後ろで寝れるってなる、そういう時にいいかもしれないな、うん、いいね。うん、疲れたら寝れるかな。ね、もうすぐ着きますよ。はい、正面に見えてるのがリンクゲートタワービルかな。大きく右です。朝でも結構人いるね。マーブルビーチ右方向です。到着。うん、車のサイズはね、うん、幅が2メートル、うん、長さが5メートル、うん、高さが2メートル、うん、ざっくりやけどな。じゃあ2メートル、2メートルっていうことは前から見たら正方形ってこと。そうそうそう。へー、だから見えないね、そんな感じには。見えないでしょ、うん、ちょっと可愛い色を選びすぎたのかもしれん。いいじゃん、可愛くて。人気なのはな、いかつい黒っぽい色のやつやね、うん、でも、うん、ちょっと可愛い色を選んでしまいました。はい、中はこんな感じ。はい、んで、ここすっごい高いね。うん、こんなんやの。うん、おばさん無理やろ。無理だから、うん、25万でつけた。ステップ。でもこれあるとないのとでえらい違いやで。純正やから、うん、めっちゃ高いね。そうな、うん、純正じゃなかったらな、うん、部品だけだったら5万円ぐらいで売ってる。へえ。でも純正でつけてもらったから、うん、これだけでな、うん、25万近くする。そうなんや。オプション?オプション。うーん。さあここに足乗せて、はい、めっちゃ楽だよ、ボールは。はい、
にね、うん、あのなんていうの、あのちょっと握るところがあるから、はい、ここ握りながら乗ったら本当に楽です。うん。うん、さっきさ、うん、外で、うん、この車の大きさをさ、うん、だいたいざっくり横が2メートル、うん、縦が5メートル、うん、高さが2メートルって言ったやんか、うん、正確な数字はな、うん、ここに車両寸法ってあるよ、うん、これを押すと出てくる、うん、この後ろのタイヤまでが、うん、タイヤまで入れて、うん、ちょっと5メーターオーバーやね。ただ、うん、でミラーを折りたたまずに出した状態だと、うん、もう2メーター10センチ超えてる、うん、2メーター10超えると、うん、ちょっとすれ違い怖いっちゃ。もう絶対狭い道行かんとこな。で高さざっくり2メーターって言ったでしょ、うん、まあ1メーター97センチ、うん、こんな感じ。絶対もう国道禁止やで。ひどいひどい国道な、うん、ひどい道、そう、うん、禁止、うん、これが車両のサイズなんです、うん、これなんやろ、多分、うん、こう電源あるやんか、うん、普通、うん、シートヒーターじゃないかな、ほら、へえ、シートヒーターついてるんだ、うん、嬉しい嬉しい。こんな感じ。シートクーラーはついてないの？これないねん、クーラーレクサスとかやったらついてんねんな、うん、あのクーラーって吹き出すんじゃなくて吸い込むんやけどな、大体熱気を、お子さんのおケツの熱気を吸い取る。かわいそう。何がかわいそうなよ。吸い取る人かわいそうやわ。これさ、うん、ここカメラの中あるやん、うん、そしたらこんな感じ、うん、誰かが左後ろから撮ってくれてる、うん、面白い気分だよな、うん、自分の車を俯瞰で見れる、うん、俯瞰、俯瞰、そんな難しい言葉知ってんの、うん、こんな感じで、うん、前見て、うん、一緒の景色やから、うん、で走ると、うん、こんな感じ、ほら面白いかな、面白いね、うん、ほらブレーキ踏むとブレーキランプまで、ほら、ただちゃんとついてる。誰が撮ってんやろこのブレーキランプ、まあ、やえ、めっちゃ不思議やな、うん、ブレーキ踏むで、はい、ほらブレーキランプついた、はい、面白い。これ押すと前の映像、前方ですね。これ押すと斜め前の映像で、はい、これ押すと斜め前からの映像になります。面白いな、はい、ウィーン、ドローンいらんな。オフロードってすると、はい、タイヤが2個見えるやろ、うん、これがな、うん、前のタイヤや、うん、前輪、うん、だから、うん、ボンネットが透けて見えてるような感じ、へー、下の地面が、だからもうすぐ徐行っていうペンキのところに来るんやけど、ほら見て見て見て、徐行、ほんとだ、今真下が徐行、真下が徐行、こんな感じで、だからこう行って、うん、あ、ここに溝があるっていうのが分かる。なるほど、面白いね。面白いでしょ、うん、これさ、うん、メーターがな、うん、フルデジタルやね、うん、これが希望やって、なんか半導体不足でさ、うん、これがあの針になるって最初聞いてて、うん、嫌やなぁ思っとって、うん、でも液晶でした、よかったね、液晶でした、どんどんパフパフ、なんかね、いろいろこの今メーターが2つあるでしょ、うん、なんかいろいろ変えれるんやで、この車両設定って何やろ、この表示ってなるやんか、うん、でこのレイアウトってあるやん、うん、自分好みにできる、そうそう、今2ダイヤルってなってるんだけど、うん、これを1ダイヤルにすると、うん、こんなんなんね、
タコメーターだけになるのかな、うん、こんな感じで今左が車映ってるけど、うん、これもななんかいろいろ変えれるね。情報パネル左これがな、うん、何やろこんなに変えると、うん、ほらさっき車だったのが、うん、こんな感じであと442キロ走れますよとかさ。何ですかそのリッター 3.5 キロってこれね、うん、今104キロ走ってるんやけど、うん、リッター 3.5 キロなんです、ね、燃費悪すぎ。イボークちゃんでも6キロぐらいだったかな。そうなん、うん、でも高速でこうのんびり走れば、うんリッター10ぐらい行くかも。本当に？うん。そんなに違うの？そうだよ。全然違う。止まったり動いたり止まったり動いたりだと、うん、これ車体がな、うん、車重が 2トンを軽々オーバーしてるね。だから重いやんか、うん。だから燃費も悪いね。なるほど。この下のところに。ここにも USB がついてますよ。 USB とこれはタイプ C かな、うん、です。で、そっち側は何？これのシガーソケットから。おお。で、助手席のこんなところにも、うん、助手席のこれなんて言ったらいいかな、ダッシュボードかな、うん、ここにも、うん、タイプ C がついております。でこういうとこがなんか物入れみたいになってるよ。なんかね、うん、こうボタンが2つあるんだけど、はい、なんか故障とかしたら左押してねって言われて、うん、で救急車は右だな。ちょっとあの怪我とか命に関わるような時は、うん、押せるかなそんな時は、うん、このボタンを押してねって。はい、自分がどこにいるかは、うん、このボタンを押したら、うん、向こうの人が把握してくれるんだって。へえ、それってすごくない？すごいな、うん、だから場所の説明しなくても、うん、これ押せば、うん、多分どうしましたかとかって言ってくれると思うね。知らんけど使うことは多分ないと思うんだけど。ないことを祈りますな。よいしょ見て、うん、読める？メディアン。おお、正解。メディアンです。半導体不足のせいでな、うん、普通のスピーカーになるかもしれませんって言われてたスピーカーです、うん、なんとメリディアンでやってきました。はい、ラッキー。これなんか音がすごいいいらしいです。うん、知らんけど。だからな、今回僕の注文したやつな、うん、基本的にはあのお願いしてた装備でちゃんと届いてますよ。ラッキーですね。ラッキー。はい。後ろのシートはこんな感じで、はい、真ん中はな、うん、こんな感じ。なんだそれ、カップホルダーがついてるんだ。うん。うん、こんな感じ。はい。後ろの座席もここにクーラーの吹き出し口があるので涼しいですよ。でこのクーラーの下にここに USB があります。2つ。本当はこれ4つついてるはずだったんですけど、これも半導体不足の影響で2つになっちゃいました。残念。後ろのドアはね、はい、横開きやん。はい、こんな感じ。はい、じゃーん。じゃーん。これ以上赤入って90度。はい、もう後ろこんな感じで。はい、この車な、はい、シートがな、はい、フルフラットになる。うん、これマジや。うん、やったのか。はい、やってみて。ヘッドレストを倒す、うん、はい。でこのシートの座面を、はい、ここにあの引っ張るやつあるかな、はい、これを引っ張ってこう当てる。おー、すごい。で、うん、これをここに倒すね、うん、
はい、こんな感じ、ガッチャンコ、こんな感じ、はい、でこれでフルフラット、簡単やな、うん、うん、ワンタッチ、ツータッチ、ワンツータッチ、うん、はい、でそっちも同じように倒すとフルフラット、はい、なるほど、でちょうどここに頭乗せて寝るのもよし、うん、このシートな外れるね、うん、六角レンチで、あ、そうなん、だから外してしまうと、うん、マジフルフラットで180センチ近くなるかもしれない、あここからやったら、そうやね、このシート今普通なんやけど、もっと前に行くから、あ、なるほど、うん、うん、すごいフルフラットな、なるほど、ただこれ硬いやんか、うん、だからここ布団引いたら、うん、マジ寝れる、寝れるな、うん、うん、でもな、うん、ここに2人寝ようと思ったら、うん、荷物どうすんねんって、そうやな、で前の座席にあげるか、うん、ここにな棚をつけようと思って、うん、うん、まあ注文してるんで、うん、つけた状態はまた撮影しましょう、はい、ということは車中泊をするっていうことですね、1回だけやで、1回だけ1回だけしかせえへんからな、今から朝ごはん食べたいと思います、はい、これはね、うん、おむすびセットなんです、はい、毎朝ジョギングの後にいつもファミマに立ち寄って買うやつですジョギングというかウォーキングねはい、じゃあいただきましょうか、はい、いい景色ですよ、外こんな感じ、対岸は関空ですよ、関空ですね、うん、飛行機飛んでたよ、さっき飛んでたな、うん、フェリー乗り場だって。本当だ。泉大津の船子や。船子や。うん、今お家に向かってます。違うよ。なんかキャンプ用品のお店に寄ってって言われてるね。最悪です。ちょっと下見に行きたいと思います。一体この車で何がしたいんでしょうか。火焚くのはやめてほしいな。いろいろあれはダメ、これはダメって。おう、じゃあキャンプ用品の店に行きますか、はい、こないださ、うん、棚つけるって言ってたやんか、うん、その棚つきました、つきました、いくよ、はい、じゃーん、じゃーん、これでーす、こんなんでーす、こんなんです、下から見た方が分かりやすいかもしれない、こんな感じの棚です、メッシュの棚ですね、うん、結構ね、結構っていうかかなり丈夫な棚ですよ、はい、だからおばさんぐらいやったらここ寝れるかもしれない、いや無理かでもそれぐらい丈夫です、うん、別にあの車に穴を開けたわけじゃなくて、もともとついてるネジをちょっともう見えないんだけど外して、うん、そこにこのまず縦の棚をつけて、うん、両サイドね、うん、でこの棚をつけたという、こんな感じです、はい、アマゾンで買いました、うん、中華製です、いくらやった、これね、うん、高かったんですよ、53,000円、この横もついてやから、うん、横だけで2万いくらで売ってた、これはディフェンダー用なん、ディフェンダーのサイズにぴったり、こんな感じです、いけてるでしょ、布団を買ってみました、引くとこんな感じです、ちょっと2人だと狭いかなって感じだけど、おばさんがな、いやいや、おばさんが、おばさんがこれぐらい取っちゃうから、いやいや、僕がこれぐらいしかないのよまあなんとか寝れるでしょう、なんとかな、はい、前さ、うん、後ろの座席簡単に外れるって言ったやんか、うん、
個外すと取れるんですよ、うん、はい、取ってしまえば、うん、ほら完全にフルフラットになるんです、はい、取ってしまえば、はい、でここまでで、ここまでで向こうから170ぐらいあると思うんだけど、で座席前に出すとこんなに間が空くね、はい、だから結構背の高い人でも寝れますよ、はい、でこっちだけ座席外してるんやけど、はい、外してない座席、こっち側の座席ね、はい、これがどうなるか今お見せします、はい、こっちはね、うん、座席つけたままなんだけど、うん、ちょうどね、僕の枕にちょうどいいと思って残してあるんです、うん、倒すとこんな感じ、はい、だから一見するとこれなんか邪魔だなと思うけど、うん、これ布団をこう引いちゃうと、うん、ほらちょうどいい枕なんです、うん、この布団は2メーターあります、うん、だから180センチぐらいの人は楽勝で寝れますよ、はい、この感じ、はい、